ジョン・アダムズ聖火は、アメリカ合衆国マサチューセッツ州、クインジーのフランクリン通り133番地にある歴史的邸宅。1735年、ソルトボックス型のこの邸宅で第2代大統領ジョン・アダムズが生まれた。1960年、アメリカ合衆国国定歴史建造物、アメリカ合衆国国家歴史登録罪に認定された。 アダムズ国立歴史公園の一部として、アメリカ合衆国国立公園局が管轄しており、ガイドツアーが行われている。木造2.5階建てで下見板で改層をなしている。中央の煙突に沿って1階と2階にメインの部屋が2部屋ずつあり、他に1階の屋根が斜めの部分に小さな部屋が2部屋ある。ファサードは3柱間の幅となっており、中央に扉がついている。 出入り口の扉は付け柱で囲まれ、上にはエンタブラチュアと三角形のペディメントが施されている。この邸宅が建てられた場所はそれ以前まで、ウィリアム・ニーダムが所有して1650年頃に家を建てていた。現存の邸宅の最古の南東部分は1681年頃に建てられたとされるが、それ以前にも家が建てられていた痕跡がある。北部にあるメインの非対称の出入り口は、 後から取り付けられたものである。ソルトボックス特有の斜め部分は、ジョン・アダムズ・シニアが購入した1720年、以前に追加された。1735年、東の部屋で、長男・ジョンが誕生した。1761年、ジョン・アダムズ・シニアが亡くなり、次男・ピーターが引き継ぎ、長男・ジョンは、隣の邸宅を与えられ、1767年、 ジョンとアビゲイル・アダムズの間に、ジョン・クイーン・シー・アダムズがここで生まれた。1768年、ピーターが結婚するまで母と共に住み続けた。1774年、ピーターは兄のジョンにこの邸宅を売却し、1780年に母が亡くなると賃貸にした。1803年、ジョンは一軒を生まれた時から住んでいる息子に売却し、もう一軒を賃貸にした。 1810年から1818 18年、ジョン・クイン・ジーの息子、トーマス・ボイ・ルストン・アダムズがこの邸宅に住んでいた。どちらの邸宅も、アダムズ一家が所有していたが、周辺の農地の多くが売却されていき、1885年に退居した。しばらく空室となった後、1950年まで、チャールズ・フランシス・アダムズ・ジュニアは、 米国愛国婦人会の支部に会議室としての使用を許可した。1940年、アダムズ家は邸宅をクインジー市に売却し、1950年、クインジーホスピタルソサイティが管理するようになった。現在この2件の邸宅は、アダムズ国立歴史公園の一部となっており、アメリカ合衆国国立公園局が管理している。ガイドツアーでのみ一般に公開されている。 ありがとうございます。